皆さんこんにちは、みのチャンネルです。今日はもちろんみのログ。今向かっているのはですね、小田原厚木道路信号真正面、ちょっと向こうに向いてもらおうかな。もう一回、はい、はい、どうも。あー、富士山前来たね。来たね。綺麗だね、はい、もちろんですね、ベントレーに乗って今向かっているのは箱根です。ちょっと箱根の温泉にでも浸かろう、浸かるからにはですね、いい宿に泊まろうじゃないかということで、今その宿の方に向かっています。せっかくですからね、ベントレーの通行料金は走りをご堪能していただいてカーナビがとても大きい、カーナビが、はい、この手でわかるかな、こんな大きいカーナビがついてるんですね。まあちょっと以前にも話したんですけど、もうちょっとこのカーナビが賢くなればなと思うんですが、もうこれデザイン性が優れてて、これを押すよ、まあおしゃれ、このね、やっぱりクラシカルなね、このデザインがすごくいいよね、うん、そうね。やっぱりベントレーはこの重厚感がすごくいいですね。何回も言ってますけど、このツートンの革、このベージュとバーガンディと言ったらいいのか、エンジと言ったらいいのか、なんか正確な名前ちょっと忘れちゃったんですが、まあ、このスートンのですね、この革、そうずっと引いてもらうと全部その革の2色で、ね、これできてるね。ナイス、おしゃれよね。すごいエレガンス。はい、ということでもうすぐ小田原西降りる道になりますんで、はい、今箱根湯本、ちょっとだけ車を止めてですね、箱根湯本に来ていますが、結構お客さんは戻ってます。お腹が空いたんで、なんかね食べに来たんだけどね。お、なんだこの店、ちょっと、お、ミニなの、あ、どう、こういうの、いいよ、生マッシュルームとルッコラですね、はい、サラダ、ちょっといいね、バルサミコかなこれ、あ、そう、最後ね、そう、かけた、うん、ということで、相方はなんと久しぶりのシャンパンを飲んでおります。いいお店ですよ、ここ。なんかね、手作りのね、釜が向こうであって、ピザを作っております。ということで、パンチェッタ、ベルベル。焼きたて。どうですか？あ、いいね。今ピザ食べ終わって出てきましたけど、美味しかったね。美味しかった。すごい久しぶりの美味しいピザだったね。ちょっとびっくりした ね、美味しさだったね。あ、もうここ宮の下過ぎたらちょっと右振ってください。はい、あ、エクシブ、はい、いつもの箱根エクシブ、お世話になっております。来ました。今日は実を言うと、うちの奥様にはですね、行く場所を黙ってます。はい、2020年10月にできたという宿、右手、あら、ちょっとなんかもう素敵よ、ここです、うん、ここですよ。さあ見てください、名前、カラクカラクボーラカラク、オリックスホテルって書いてるね。あ、なんか、綺麗なホテル。どうですか、あ、どうでしょう、いいね、いいね、出ました、新しいホテル、いいよね。今チェックインの時間なんでね、そうね、車が続々と入っていってますが、1年、いやー、でもしっかりオリックスって入ってる、さすが、いやー、いいね、綺麗でいいね、本当にまだ1年だと、うん、なるほど、はい、ウェブキーかざしていただきますと扉開錠となります。はい、それに合わせて左手の壁もゴーラの地層をイメージしたデザインさ、そうなんだ、そうなんです、いや素敵、はい、ありがとうございます、うん、何ですか、何ですか、はい、こちらがラウンジでございます。何ですかこれが、ちょっとお酒がある、本当今のお
時間から夜の7時まではフリーのお時間とさせていただいておりまして、こちらにございますアルコールの飲み物、はい、コーヒー、紅茶類、ソフトドリンク、デザート、はい、おつまみなど、はい、全て無料でお召し上がりいただけます。ありました、はい、お金していただきます。お金失礼いたします。504カラクルームです。何でしたっけ。カラクルームの用タイプの、ね、ルームの用タイプ、はい、はい。じゃあ部長次のメディアを上げてくださいませ。はい、はい、いいねー。おー、これ来ました来ました。いや、ちょっとこのお風呂使ったら出れないんじゃないの。ちょっと、うん、出れないと思う。これこれすごいよ。ほらほら、あの上見て。あ、そうだね、そうだね。ってことは左側の大きいのがエクシブですね。そういうことですね、あちら側にですね、富士屋ホテルとエクシブがあります。いや、景色いいね。いいね、気持ちいいね。これは気持ちいいね。またね、行ったって感じ。ああ、温泉もちゃんと引いて、ここに入っちゃったらもう出れないな。うん。これいいね。いいね。はい。はい。はい。ありがとうございます。あ、海見えてたんだね。相模湾が見えてました。1年前にできてるんで、もうピカピカですね。綺麗なベッドルーム。はい。もう、無駄な場所がないっていう設計だね。うん、そうね。壁。コンパクトでいいね。コンパクトでね。うん、テレビがこう、もう壁についていて。そして、こういう、なんだか、お香ですね。お香がありますよ。おしゃれ。おしゃれ。お香があったり。ね。Wi-Fi のスピーカー、あ、Bluetooth のスピーカーあったり。うん、あとは、こんな感じでですね、なんか注文、ルームサービスもこれでできるということで、ね、空気清浄機、または加湿器ですね、これももう標準でどの宿もあるようになってきましたね。え、お、ということで、なんだこのバッグは。あらららららら、なんかこのバッグ見たことあるぞ。おりゃ、うわ、エルメスですね。はい、いやいいですね。で、こちらがクローゼットになっていて、はい、まあ、浴衣、サムエ、全部これ着て館内は自由に行けるということで、こちらが、あ、お茶のセット、コーヒーポット、ポットもおしゃれだな、うん、ね、よいしょ、この辺は、あ、ティーバッグとかですね、これがコーヒー、熱烈のやつですね。なんと、まあ、おしゃれな、これは湯飲みでした。おしゃれな湯飲み。この下がじゃあ冷蔵庫かな。冷蔵庫ですね。これ飲み物、フリードリンク、ここに入ってるものはですね、すべて、自由に飲んでいいということですが、毎回飲みきれません。こう、あーった、出ました。ほら、パナソニック、どっかで見たことあるよ、これ。うちにいましたね、この子。いましたね、この子。うん、美顔器ですね。ここからシュワーって出て、このカッサで流すんです。うわ、これはあの高い方の。なんかちょっと、高い方？そう。うわ、やってる、うわ、そんなこと。シュワーって。やるんだ。やってました、ね。はい。で、隣にあるのが、ダイソン。ダイソン。はい。名前が出ませんでした、ダイソン。一瞬出ませんでした。はい。ということで、ちょっと男っぽいデザインだね、この辺の。そうね。女性っぽくないね。うん。なんかこのタイルといい、グレーの、うん、確かに。ね、石といい、うんうんうん、このチョイス、電化製品のチョイスといい、うんうん、なんかちょっと男性っぽい感じですが、これがあのタオル掛けっていうか、ヒーター、タオルヒーターっていうのかな。すぐ乾きます。そしてシャワールーム。もちろん、レインシャワー付き。シャワールームの向こうに先ほどの露天風呂があるという、はい、こんな感じで相模湾を見ながらお風呂に入れます。さあ、これから貸し切り風呂行きます。さあ、こちらはお菓子コーナー、ゼリーだとか、面白いね、ドライフルーツ、ミルクチョコレート、いや、温めたくなっちゃうかな、ちょっとな。まあ、そうね、美味しそうだけど。杏仁豆腐だって、すごい。あ、本当だ。さあ、
そちら、え、すごいな。ネスプレッソ、え、ネスプレッソ今こんなの？ねえ、おしゃれだね。リンゴジュース、ハイビスカス、オーガニック、ピュア、ブラックティーという感じで、ラウンジは一応こんな感じなんですが、席が少なすぎちゃって、この客数ではすぐ埋まってしまうので、ちょっとここはいけないかもね。まだピークじゃないよね。こちらでお初の準備をいただいていただきます。この方にお願いいたします。はい。貸切とは言ってもなんか大浴場っぽくていいね。ここが岩の湯、ヒノキの湯、ヒノキ、そしてシルク、シルクの湯、トリートメントルーム、 上にあるんだね。さあどんな貸切風呂があるんでしょうか。あ、来ました。はい。あ、この辺はね、普通の貸し切りって感じだね。さあ、ちょっとまず入ってみましょう。よいしょ。わあ、綺麗。すごい。これは綺麗だね。いやー、びっくりしました。両方にですね、洗い場がしっかり。あってね、さらにこの大きさ1時間貸し切りついておりました。素晴らしい。いやー、貸し切り露天風呂いくつかちょっとね入ってますけど、この空間の広さっていうのはあんまりないかな、ね、どちらかというと露天風呂の一つを貸し切りにするとかね、そういうところが多いんだけど、ここはもう設計の段階から貸し切りの露天風呂を楽しんでもらうという設計で、この建物お風呂ができているので、いやー、これはちょっと気持ち良すぎですね。ここはですね、冷蔵庫がなんと貸し切り風呂についていて、すべて飲み物を、まあね、アルコール飲んじゃいけないよね、お風呂でね。お水とか。ソーダ。あー、美味しそう。うん。柑橘？みかん、山椒のソーダ。はい、すいません、はい、メインダイニングの向き、お部屋が多分ちょっといいので個室に通されたんだというふうに思いますが、どっかで見たような水盤。なんと8品の中からですね、2品選べる。魚、魚でもいいし、魚、肉でもいいし、そういう2品を選べるっていう、すごいこれはいいアイデアだと思います。で、追加オーダーもできるようになっていて、それももちろん選ばないで普通に、コースの中で食べるっていうことのチョイスもできるわけですね。いや、これはちょっとすごいいいアイデアだと思います。はい、あ、はい、秋鮭と京芋というお湯を使いました。煮出しをお用意しております。器違ってていいね、うん、なんか女性らしい、かわいそうね、女性らしいね、うん、お客様のお手前にございます六角形瑠璃色のプレートにぜひ器ごと写を写していただきまして、お客様ご自身で前菜の飾り付けをお楽しみいただく、模様をご用意しておりますので、ぜひこちらの付いておりますモミジなどを買い物いただいて、写真を撮りして、なるほど、いやー、これはすごい、ね、うん、いや、ちょっと楽しみ。お待たせいたしました。よろしければお蓋を開けてくださいませ。本日お願いございますが、キッカバンをご用意させていただいております。おだし自体はカツオの一番だしに薄く酢を少し混ぜまして、菊の花びらが下に沈まないような仕立てにしております。ワンダレにはカニ新醤とズワイガニを添えてございます。またおだしを含めた大根もお入れしてございます。どうぞ温かいうちにお召し上がりくださいませ。次でございますが、三種盛りでご用意しております。中央、赤身のお魚が本マグロ、カメがついているお魚が豚
でございまして、白身のお魚はハタをご用意しております。お醤油も3種類ご用意がございます。左から土佐醤油、真ん中が薄口のお醤油、一番右にございますのが煎り酒でございます。お魚自体は若狭焼きと言いまして、お魚に軽くお塩をかけてお出汁をかけながら焼き上げた調理法でご用意しております。続きまして金目のお料理でございます。お魚自体はシンプルに塩焼きにしております。こちらは下煮とねぎと、ご一緒にお楽しみいただく一品でして、下にしております緑色のソース、こちらは下煮とねぎのピュレでございまして、少し甘めのおソースとなっております。チャモのお料理でございます。お待たせいたしました。まずお昼のお料理でございますが、お肉自体は焼き上げているんですけれども、シンプルに焼き上げますと水分が飛んでしまいますので、こちらの水分を梅酒で補ったお料理でございます。お手前にはお醤油のパウダーと、右側の赤いペースト状のものは梅と、黒胡椒を合わせた、梅胡椒という調味料でございます。続きましてシャモのお料理でございます。鶏自体をシンプルに炭火焼きにしておりまして、お手前にはトリュフとウルハナを合わせたトリュフウルハナ、そして下にはシイタケのペーストと温度卵という温泉卵を添えてございます。ぜひシイタケのペーストと温泉卵、ウルハナをよくかき混ぜていただきまして、お肉につけていただくような形でお召し上がりください。面白い ね、この調理の仕方とかね、なんか付け合わせ、ソースに関するこれもなんかちょっと和食から息を出して面白いね、なんかセンス感じます。これしまい、あ、立ってる、すごい、いやー、ちょっとすごい。最後締めになりました。釜炊き、ちょっともう今ねね、来ちゃったけど、これ今立ってた、すごいお米立てたし、ねえ、どこの姉妹がいると思うけど、ちょっと山形のつや姫、つや姫だ、はい、うわ長い、大きい、だから立つのかな、あ、そうかもね、ね、かなり固めに炊いてあるでしょう、うん、あ、でもね、姉妹の俺たちがよく食べる姉妹よりは甘くはない、あ、そうなの、え、新米っていう感じの、甘くない、味が薄いって言っちゃったらいけないのかな、こ米のほら、あの匂いってあるじゃない、うんうん、あれが薄いね、あ、そうなの、あまりしないっていうか、でもその代わりこの赤だしがね、すんごい匂いするの、あー、もうちょっとね、美味しい、あの、だし含め濃すぎそうですか、うん、やっぱ一番はこの海苔さん、はい、これがどういう味か、あ、すだにね、つくだ煮は美味しい、あー美味しいことだ、デザートは牡蠣を使ったものが用意されます。周りの赤いパールのようなものはザクロのパールでございまして、赤いおソースもザクロのソースをご用意しております。牡蠣自体がものすごく甘くなっておりますので、ぜひザクロのソースにつけていただきまして、酸味をプラスしていただいてお召し上がりくださいませ。朝ですね、昨日とはまた夜とは違った感じかな、今暖かい方でちゃぶしいたします。やっと見れた、うん、水盤、お待たせいたしました、こちら本日のご朝食のご用意でございます。で、こちらにはじゃと梅干し、食事のご用意でございます。福井県産の一本丸というお米を熊焼きの切り立てでお願いしたり、昨日と違うね、はい、それでございます。うん、さてさて、いただきましょう、いただきます。はい、今、食事、朝食終わったばっかりなのに
昨日のラウンジですね。これ自由に朝から使えるってなかなかないよね。朝からこんなに食べ物があって、うん、ここまで充実してる、ね、フルーツだとかヨーグルトとかですね、飲み物にもちょっとこんなに持ってきちゃったんですけど、こういうものですね、全部朝から自由に。お酒まで置いてあるのもあれもフリーなのかな。そうじゃん、ね、いやこんなラウンジを使える、これ多分お部屋がいいグレードのお部屋のラウンジだと思うので、私たちが泊まってるのはカラクルームということで、皆さんご利用の際はカラクルームにご宿泊ください。はい、ということで箱根、強羅にあります。こんな高台で綺麗な強羅って初めて見たんだけど、オリックスが経営しているカラク、カラク、はい、オープンしてまだ1年だそうで、本当に綺麗な施設ですね。評価をしてみたいと思うんですが、実を言うと私たちの美濃ログはですね、辛口評価で有名で点数が低すぎるんですよね。一体 4.5 以上のホテル旅館がこれから現れるのかっていうと、なかなか難しいなと思ってきたんで、総合評価含めちょっと上に上げない？あ、全然私は依存ありません、うん、でこの間行った、軽井沢の平松、これを 4.5 の評価にして、ここを基準にいい悪いで点数評価していこうかなというふうに思ってます。はい、はい、ということで、まず環境立地は、さすが環境立地、立地これ最高だよね。最高、この景色見ちゃったら評価は 4.5 上げないと、うん、これはちょっと申し訳ない。実は相模湾まで見れるのでね、これ見えるかな、ね、4.5 以上、ね、ここちょっと上げられちゃうんで、ね、4.6 とかいっちゃいますね、これね。いいと思います、はい、そして、施設、建物は、そう、建物、これも新しくて、うん、ものすごくいいよね、うん、でここは和風ホテルとして捉えた方がいいと思います。施設はとても素晴らしいので、これも 4.5 ぐらい上げられます。はい、お風呂は、お風呂、お風呂も貸し切り風呂行っちゃったんで、あそこ良かったね。これも 4.5 以上なんだ、今評価上げようとしてるから、うん、これも 4.5 以上上げられちゃう。この部屋風呂も良かったもんね。 4.6? もういいと思います。そしてお料理は、お料理もいいんだよね。美味しかったね。美味しかったんだけど、平松からグランメゾンから比べるとちょっと下げてもいいかな。そうね、まあ、ホテルのご飯という感じ、4.4 ぐらいはね、うんうん、4.4、はい、で最後サービスは、サービス、これもいいんだよね、うん、素晴らしいね、皆さん新しいからこれもいいんだよね、うん、っていうと、ちょっと待って、やばい、総合評価上がってきちゃうな。これも 4.5 だとすると、ちょっと待って、平松より 0.1 落とそうとしたんだよね。皆さんすいません、ミノログですね、優柔不断で、平松は 4.3 って書いたんですけど、あれを 4.6 にします。だからいいよ、 4.5 以上はぜひ行った方がいい、そこを目当てに行った方がいいっていうことだよね。また改めて立地 4.5、 建物 4.5、 食事 4.4、 サービス 4.5、 お風呂は、お風呂も 4.5 っていうことで、 4.5 にほど近い 4.4 にしてください。今回は平松、軽井沢は 4.5 基準でいきましょう、はい、ここは 4.4 ですということで、いろいろちょっと上下してすみません、少しずつアップして、今までのミノルグよりアップしました、ここは 4.4 ということで、箱根に来る機会があるのであれば選択肢の一つとして、考えてみてください。宿泊料は、いい部屋を私たち泊まっているので10万円以上です。ありがとうございます。